内田悠馬さん、おはようございます。先輩です。そう、声優としてもエンタメプレゼンターとしても先輩、宮野守さんと仲良しの寺島拓真さんに聞きました。先輩ちゃんのことなので。そうなんです。生放送に出るって聞いてすごい心配です。すごい、今もう俺が心配ですって言ったから余計テンパってると思います。やめてよ。多分息が上がっちゃってるんじゃないかなって思って任せてやれよ。一番僕が印象に残ってるのはすごい楽しそうに興奮して話してるんだけど何言ってるか分かんないっていう。定期的にダイエットをしようとするんですけどどうしてもお腹が空いちゃうからって言って、うん、リュックから大量のマカダミアナッツを食べて。ナッツならいいんですよって。ナッツを大量に食っててダメだよって言って。ユーモさんの話になると止まらない2人、それは愛するがゆえなのです。ユーモを嫌いな子はいないと思います。いないと思います。本当に誰からも好かれるってどういう人のことを言うんだって。カルベさんにすごいいじってほしいなって。ほしいね。いじればいじるほど味が出る。はい、噛めば噛むほどみたいな。スルメみたいな。いやー、ありがとうございます。いやもう本当に、はい、いっぱい今もダイエットしてます。もう、ね、愛されキャラで弟みたいな存在というふうにお二人言ってましたけれども、はい、今日楽屋にマカデミアンナッツを用意しておりますんで。なんてことだ。はい、頑張っていただきたいと思います。